始まりました。ゆうき長谷川 Vlog、4月20日ですね。この日は、知り合いと飲みまして、その人の家に行ってね、飼ってるトカゲを見せていただきましたね。すごい可愛いですよね。で、4月25、この日はちょっと遅れた確定申告に行ってきました。書類をね作って持っていきました。渋谷税務署ですね。すごいねこういうのね緊張するんですよね。待ってるだけでもなんかね嫌な気分になりますけど、で帰り道に渋谷から歩いて帰りまして、肉のハナマサによってサムギャプサルセットを買いました。で久々に代々木八幡に寄って参拝してきました。でね、いつもね入り口に猫がねいっぱいいるんですよ。ほらこの日もここにねいますよね。狛犬のようにいますけど、夕日が綺麗でしたね。このね通りがすごい好きなんですよ。山手通りね、道が広くて散歩にいいですね。でこれを買ってきました。すごい安い肉とサンチュと、やっぱ青唐辛子がね入ってると僕好きなんでね、青唐辛子、あとキムチね安い。でこのねネギキムチがねちょっと高いんですけど、すごい美味しいんですよ。これぜひね皆さん食べてほしいです。肉のハナマサでしか見たことないけど、多分いろんなところで売ってると思います。で作りました。まあ肉がねちょっとあんまりねいい肉じゃなかったんであれですけど、美味しかったです。で4月26日この日はね、エンニューに出演してくれてる小林くんっていうね俳優さんと一緒にご飯を行きました。すごいお世話になってるんでね、ちょっとしたホルモン焼きをねご馳走しました。すごいね面白い子でね、演技が達者なので、また一緒にやれたらいいなと思ってます。で4月27日この日は、ね、早起きしたのかな、違うこれは夕方だ、これは絶対夕方です。夕方にベランダで作業してたんですね。なんか陽気が良くて、でどうしてもケンタッキーが食べたくなって、ケンタッキーフライドチキンを買っちゃいましたね。なんかね昔はあんま好きじゃなかったんだけど、最近すごいケンタッキーが好きなんですよね。普通逆ですけどね、おじさんになったらこういう油もん嫌になるはずなんですけども。でセブンイレブンで沖縄フェアってやってるから、すごい海ぶどうとかそういうの売ってんのかなと思って行ってみたら、沖縄黒糖フェアというね謎のフェアでサーターアンダーギーが売ってたんで買ってきました。美味しかったです。でこれが4月28日これが早起きした日だな、これ7時ぐらいかな。白湯を入れて、まあ朝起きたらね白湯を飲むんですけど、白湯入れてベランダで飲んでますね。なんか曇ってましたねこの日は、曇天ですね。で最近ね朝ごはんにこのねトマトの味噌汁を飲んでるんですよ。これはね舞茸とあとオリーブオイルも入ってるのかな。なんかね朝ごはんはちょっと液体にしていこうというね。でこれ昼ですね、これ前の日のケンタッキーの余りが、あとなんかフルーツ、冷凍のフルーツと、あこれネギキムチですね、あと玄米、なんか豪華ですね。あんまり昼を食べない日も多いんですけども。で昼終わって、コーヒーを入れてますね。いつもね母親の、ちょっとすいませんね、僕すごい外が騒がしいですが、今聞こえるかな、外がうるさいな。これはね過去の映像の音じゃなくて、今現在の僕の家の外がサイレンでうるさいです。まあそんなことはどうでもいいんですが、これ母親のねコーヒーを入れて、自分のも入れて、いつも仏壇にちょこっとだけね入れたコーヒーを置いてます。でコーヒーを飲みながら机で作業をしました。ちょっとね企画書を出さなければいけなくて、企画書をパワポで作りましたね。
悩んでますね。難しいですよね、企画書ってね。で、夕方に箕輪駅、これ箕輪駅に行ってね、飴屋のりみずさんの、写真展を見に行きました。なんかね、吉原の方でなんかこうすごい面白い街並みでしたね。でここ、ギャラリー P というところで、ギャラリーでバーにもなってるギャラリーで、すごいコーヒーも美味しかったですね。でこの本買いました。前ね、飴屋さんの舞台見た数年前に見た時にも売ってて、買おうかなと思って買いそびれてたんで、今回買えてよかったです。で帰りになんとなくこうナポリタンが食べたくなって、ナポリタンを作るものを買ってきました。粒マスタードをね、隠し味で入れるとね、美味しいんですよ。ほら、美味しそうでしょ。赤ワインも入ってますね。特製ナポリタンです。といった数日間でした。ご視聴ありがとうございました。また近々更新します。明日できたら更新しようと思ってます。ではまた見てください。ありがとうございました。